こんにちは、ハーリーです。今日は横浜グランドインターコンチネンタルのラウンジ付き宿泊プランをご紹介します。インターコンチ横浜さんのクラブラウンジは2021年10月にリニューアルしたばかりで、393平方メートルと神奈川最大級の広さになっています。僕が今年行った中で一番満足度の高いカクテルタイムで、アフタヌーンティーもついてきて、なんと一人13,600円とコスパも最高だったので、デートで行くホテルを探しているとか、家族でゆっくりできるプランを探しているという人は特に期待してみてください。僕のチャンネルでは池袋、銀座エリアを中心とした東京の美味しいお店とか極上の温泉宿、高級ホテルをご紹介しているので、食べるのが好き、旅行が好きという人はチャンネル登録してくれるとすごく嬉しいです。それでは早速参りましょう。横浜グランドインターコンチネンタルホテルさんは港未来駅直通の1分のところにあります。港未来駅を降りてパシフィコ横浜方面に歩けば屋根のある道になるので、雨が降っていても OK ですよ。ホテル内は白を基調としていて、ものすごくおしゃれです。僕は11月半ばに行ったので、クリスマスツリーが飾ってありました。普通の人はフロントでチェックインするんですけど、ラウンジ予約者はチェックインもクラブラウンジで行うことができます。新しくできたクラブラウンジは2階にあります。アフタヌーンティーがラウンジプランについているので、14時に来てアフタヌーンティーを食べながら15時のチェックインに備えるのがおすすめです。クラブラウンジは席数なんと116席とものすごく広々としています。もともとイタリアンのお店があった場所をラウンジ用に改装したみたいで、ピザ用の窯とかも残っています。2階とはいえ、ラウンジから見る景色は最高です。向かいに見える5階建ての建物がインターコンチネンタル横浜ピア8です。奥にはコスモワールドも見えますよ。まずはウェルカムドリンクが出迎えてくれます。僕が行った時は洋梨のノンアルコールカクテルでした。生の梨が入っていて、最初から期待値が爆上がりになります。こちらがアフタヌーンティーです。アフタヌーンティーはモンブラン、フルーツタルト、マカロン、ボンボンショコラ、いちごのロールケーキ、チョコレートにサンドイッチ、本日の一品、そしてスコーンジャム、クロテッドクリーム添えのセットになっています。ティータイムのドリンクはコーラ、ジンジャーエール、ウーロン茶、炭酸水、フルーツジュースなどの他に、いろんな種類の紅茶、コーヒーなどがあります。さあ、それではお部屋のご紹介です。クラブインターコンチネンタルルームはツインまたはキング、シティビューまたはベイビューの4種類の中から選ぶことができます。客室の広さは31平方メートルから38平方メートルとゆったりとくつろげる広さになっています。バスルームもかなり広々としています。シャンプー、コンディショナーなどのブランドはアグラリアになっています。これとは別にレディースには三木本のコスメセットがついていました。コーヒー、紅茶は室内にも十分な量と種類が用意されていますよ。こちらがベイビューの部屋からの景色です。横浜の海を一望することができます。横浜って東京から近いのにすごく綺麗ですよね。都会の喧騒を忘れさせてくれます。ちなみにシティビューの部屋からはコスモワールドとかが見えます。さあ、お待ちかねのカクテルタイムです。インターコンチ横浜さんのラウンジは改装前のイタリアンで使っていた釜を残してあって、ラウンジなのにピザを食べられるというのがグッドポイントです。ピザの他にも鮭やアヒージョ、オードブルやハム、サラミ、いろんな種類のチーズやレーズン、フルーツまで揃っています。この量のフルーツがあるっていうところは僕は行ったことがないので、ここもグッドポイントですね。サラダは新鮮野菜のバーニャカウダでした。お酒の種類は本当に豊富で、
一通りのリキュールが揃っています。そしてここのグッドポイント三つ目が、なんとクラフトビールのサーバーがあるんです。ラウンジでクラフトビールなんてなかなかないですよね。ソフトドリンクはティータイムと同じものが置いてあって、瓶、缶類はレモンドや各種スミノフ、ノンアルコールビールまで一通り揃っています。別の場所にはワインが置いてあって、赤、白、スパークリングといろんな種類のワインが提供されていますよ。ちなみにピザはこんな感じで目の前で調理して釜で焼いてサーブしてくれます。僕の行った時はなんと4種類ものピザがありました。さあ、まずはクラフトビールで乾杯です。旅の疲れが取れますね。カクテルタイムはビュッフェスタイルなので、自分で好きな分だけ持ってくることができます。最近縮小気味なカクテルタイムのホテルが多い中、横浜インターコンチさんのカクテルタイムはバリエーション豊富で、味もものすごく美味しいので大満足になります。原価の高いフルーツもこんなにもりもり食べられるなんて本当にいいカクテルタイムです。感動しますよ。ちなみに28階にあった以前のクラブラウンジは、コーヒー、紅茶をいただきながらゆっくりくつろげるクラブルーム宿泊者の専用サロンになっています。以前とは違ってスタッフさんもいなくて人も多くないので、カクテルタイムの後に二人で横浜の夜景を味わうというのもかなりロマンチックだと思います。一日目はこれでおやすみなさい。おはようございます。ベイビューのお部屋からは綺麗な朝焼けを見ることができます。早速2階の朝食会場へ向かいましょう。夜はピザに感動したんですけど、朝はこのサンドイッチに感動します。僕が行った時はなんと9種類ものサンドイッチがありました。サンドイッチの他にはクロワッサンや各種デニッシュ、チキンのトマト煮、季節野菜のバプール、コーンポタージュ、パワーサラダ、ラタトゥイユ、パストラミ、サーモン、各種チーズと盛りだくさんのフルーツ、シーザーサラダ、グリーンサラダとグラノラがあります。冷蔵庫にはいろんな味のヨーグルトも置いてあります。ドリンクはフルーツジュースやスムージーなどがあります。卵料理とデザートは着席時にオーダーするスタイルなので、あらかじめ何を食べておきたいか決めておきましょう。こちらが僕の森で、こちらが奥さんの森です。朝食からおしゃれさが全然違いました。こちらは野菜とチーズのミックスオムレツです。ホテル朝食といえばオムレツですよね。こちらがトマトとひき肉のシャクシュカです。シャクシュカって僕は初めて聞いたんですけど、トマトの甘みとひき肉の旨みがいい感じにコラボしてすっごく美味しかったです。朝食メニューの中で僕みたいながっつり好きにおすすめなのはとにかくサンドイッチです。たくさん食べる人は9種類すべて制覇してみてくださいね。デザートにはパンケーキとワッフルを注文しました。どちらもめちゃくちゃ美味しいんですけど、すでにお腹がパンパンになっていました。僕みたいにならないようにデザートが来るまでは余裕を持って食べてくださいね。帰りもフロントではなくラウンジでチェックアウトすることができます。チェックアウトまでチョコレートとかソフトドリンクを味わえるっていうのは最高ですね。今日は横浜グランドインターコンチネンタルのラウンジ付き宿泊プランをご紹介しました。普通はついていないアフタヌーンティーがついていたり、カクテルタイムにはピザ、クラフトビール、朝食には9種類のサンドイッチと、ホテル好きの人なら感動するラウンジだと思います。しかも僕が行った時は値段はなんと1人 13,600円でした。お得すぎて逆に申し訳なくなっちゃうくらいですね。
カップルや家族でぜひ行ってみてください。これからもおすすめのホテルを上げていくので、チャンネル登録してくれると嬉しいです。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。ではまた次のホテルで。